2023年朝の7時8分、11月15日、水曜日。報道番組各社、それと昨日の報道ステーション、出演者のメンバー、安藤桃が淡井圭介に向かって会うって言うなって言ってるでしょ。で、言った人間が会いに来るかどうか、他から聞いて、会うとか、誰か会うって言ってるとか、そういうこと言っちゃダメだって言ってるやろ。今日、夜中2時前に起こされて、で、朝も5時ぐらいに起こされと。睡眠時間を奪う方法だから、やめろってお前たちの身勝手な方法は。ちゃんと話し合いするんだったら電話かけるに決まってるだろ。どうすんねん、このエネルギーの残量問題から。結婚問題の後始末、自分たちのけじめ、最初から来るなよ。それだったらテレビ局の連中が淡井圭介に会いに、はっきり言う、議員も同じや。国を良くするだろ、いろいろな身勝手なこと言っといて、全然協力しようとせえへんやないか。ずっと行ってきたのはこういうふうな挑発行為で怒らせて、で精神病院行きにさせてた。それでうまくいってた、隠蔽ができて。もうええか、言及させろよ。テレビ塔で連中で会いに行きますって言う人間、会いますとか、ちゃんと電話かけますって言えよ。いついつ、何時何分頃って。この情報を全ての機関に回しといてくれ。ただひたすら殺す方法ばかりを選ぼうとするな。お前らが言ってからやぞ。会いますとか言うの。報道番組見てなかったらいいや。今年一回あったけど、11月か10月。よく眠れた。要素は大きすぎる。どうせスポーツ番組と繋がってるからよ、お前ら周り。で、淡井圭介に一銭も金払ってないやろ。テレビ局としても。だが楽しくなる。楽して金稼げるから。実際スポーツの勝ち負け日本代表戦で頑張ってるのは淡井圭介であって君たちじゃない。髪の毛染めることすらやめられないのが安藤桃の実力や。そんな人間報道で選ぶな、ヒロどもや。誰やねん責任者。あれほど髪の毛染めてる人間なんか選ぶなって言ったやろ。ルール法律は言うてるやろ。で、今日淡井圭介が YouTube にアップロードした内容と昨日どういう風なことがあったかっていう内容を詳細を述べてる。全部合計しても1時間にならへん。それしっかり見てくれ。ここまで努力した人間まだ精神病院行きにさせようとすんの。なあ、警察が精神病院の医者になって税金のたらい回しや。金稼ぎばっかりや、各自の。警察官が週は株式会社で店長とか、課長とか、ナルトネッサンスリゾートホテルで店長として勤務したりとかして、何してん。ただ淡井圭介苦しめとっただけやないか。法定通りの賃金とか払わないで長時間労働させたりとかして、とんでもない一月三百何十時間って。殺すつもりやったんちゃうんかいな、最初から。淡井圭介がシューバー株式会社で働く前にフルーツラパークで二十歳ぐらいの頃に何があったかって言ったら、述べた今と同じ状況や。それバレたら困るからやろ。で、法律業界の人間とか、淡井圭介が YouTube で言ってる内容を すんなりそのまま聞いてもらってくれ。無理やって、こんな生活。
青だのなんだのお前らがごちゃ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 言い始めたらずっとこちらごちゃごちゃごちゃ聞かされる。ずっと無理やり起こそうとする方法ばっかり選ぶよお前らは。スポーツも止めろよ。海外の試合、バドミントンも何もかも23時から朝の9時までお断りって記載しとやる。それでも起こしようなお前らの実態や。淡いケースが何を書こうとし何を書いたとしてもや、違法行為どう違法行為の連中がずっと金稼ぎで我がのためにそういうような生活を認めてしまった政府に一番の問題があるんだよ。スタジアムはたくさん作って阪神淡路大震災の後全壊した家屋とか半壊した家屋の人たち全然助けてあげないで10年もかかっと解体するのに、どうでもいい神戸運営スタジアムなんか作っておいて、どこの地域も同じや。知事がアホない、各市長とかもスタジアム作ったところや。どうすんねんこの NE の残存量問題。昨日はデジタル時計盗んだやつは存在するし、淡井圭介の自宅に不法侵入して法律名とかの埋めと刑法の第何条って累犯過重併合罪も佳子さまはちゃんとテレビのニュースの時にペルー訪問の時に言ってる。自分からは会いに行きませんって。じゃあ他の人間誰が会いに行くんだよ、何しに会いに行くんだよ。それとも淡井圭介を利用して天気か。やめろよ、人殺すような方法ばっかり政府として。雨でも晴れでも何でもええやん、電話かけたらええやん、淡井圭介に。こうして先生堂々と自分の携帯番号ちゃんと公表しとんねんから。で最初から電話出て出た時に怒るからとか、そうそうやん、お前ら怒られるようなことずっとしてきてんから、そういう会社に入ったんだから、そのまま甘んじてすいませんって言うしかないやないか、お前らが。大体すいませんとか申し訳がありませんっていう言葉よく見てみろよ。謝ってるような言葉に見えるか。それ態度で示さなあかんねん。へら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 笑いながらすいませんでしたとか笑いながら言ったりしたらあかんねん。ダメだっていうことや。申し訳ない、何にも言うことがないっていうことか、すみませんでした終わりませんっていうことか、言葉の意味でしっかり見てみろよ。その時点で本当は挑発行為や。それともすいませんっていう言葉はタバコでもすいませんっていう近いか。もともと言葉自体が何か変だっていうこと気づけよ。昔の人間はテレビとかはなかった、娯楽はなかった、言葉遣いで遊んでたんだよ。どうするんだっていうことに対しての回答は誰もしないやないか。大谷翔平なんか淡井圭介に金払わんと6万個のグローブ小学生に配布しよう。まずこっちやないか、翔平も言えよ、マスコミがちゃんとこの動画見せて。お前どうすんねん、本当にエネルギーの残存量問題。こっち命がけでお前の成績出さされどうねんぞ。お前のこと考えたって未来用意しちゃったんやろが。
頭の中とか貸したりして、こっちが努力して、田中将大にしてもそうや。誰が金払ってくれて。外国のために来ただけちゃうんか、お前らの場合。野球だけでは世の中人のためにはならん、絶対に。エネルギーの残存量問題、少子化問題、それと金属の残存量問題。エネルギーの残存量問題だけじゃなくて、他にも農業関係の問題もある。建てすぎた建物と、それと、老朽化した建物を放置されている現状、そこから金属が回収できる。今日は休みや。休み言えとかなあかんって昨日報道ステーションで言った。今年の阪神タイガースの試合でホームページに本日は休日日ですとかテレビに向かって言わなかったら、まあ、この YouTube のアップロードもいいよ。ルール法律承認になるから、誰かが見たら。何も言った時点でもう音声とか拾ってるからええねん、それで。勝ちにくくなってた。多分休みを、取得してないっていう扱いにしたんやろ、コンピューターが。っていうことは労働基準法違反や。だからほとんど勝ちにくくなってた。で、休み入れたらどうなったかって言ったら、また勝てるようになった。言われたこと覚えろよ。誰やねん、会いに来るって言った人間。15日休み入れんかったらもう予定出しとるやないか。自分たちで調べろよ。ヴィッセル神戸の試合があるサッカーのワールドカップの予選始まってる。なんでちょろちょろしに来んねん。どうせ家の横通り過ぎてしまいなんやろ。ずっと同じことしようやねん。来るなって言ってんねん。電話かけてからじゃなかったら。言ってるやろ、裁判所の法廷で決まったって。淡いケースが二十歳ぐらいの頃に。対テレビ局としてや。全員関係者や。議員も。ご質問。武田恒也さんも、無責任なことばっかり言って全然責任持とうとせえへんからや。全然助けようとせえへん。楽だよ、そりゃ。テレビ出て、適当にいい加減なこと言って、あとは誰かが何とかしてくれる、誰も何とかしてくれへんよ。エネルギーの残存量問題の解決なんて。誰もしてくれなかったが、二十歳ぐらいから言ってたのに、誰も何もしないから、今こういうふうな現状になってるんじゃないか。今頃世界中に普及してるよ。そして多くの電力を賄えてる。そして今度はその機能の撮影した動画エクスポートした後、4ギガちょっとのものが8ギガバイトの USB メモリに入りませんって。ファイルは大きすぎてって。それ撮影してアップロードしよう。今日の9時には出てくる、朝の。着信通知設定しておいてくださいって言った。着信通知が来るはずやで、着信通知を設定していたら、YouTube にアップロードした内容。確認しろよ、各自でしっかりと行動して。できてないやろ？できてない。たった着信通知の設定の記録も、なあ、自分で設定せえへんようなやつ、いつまでたっても、今日できんやつ、明日もできんに決まってるやろ。そんなやつがエネルギーの残存量までと関わる、淡井圭介に言われたことの指示に従ってりゃいいんだよ。ちょっと前の文部科学大臣なんか髪の毛染めた女が出てきよう。ふざけんなよ、本当に。なあ、テレビで嘘なんか放送して金儲けなんかしてしまったら、普通の給与自体が金儲けなんだよ、ものすごい。歩合できたからはきついんだよ。大した収入は入らへんから。使い捨てで終わりや。で、そのテレビ局のアナウンサーの血縁者辿ってみたら、大企業の
とか議員とかの息子娘、もともとテレビ局である程度名前を通ってた人間の息子娘、テレビ出て顔な、自分たちでしっかり睡眠得て、で顔きれいになって、何でもありで仕事できる、そう、笑いが止まらんよ。だからヘラヘラヘラすんねん、仕事中に。斎藤真美とかもそうや。もう起こすな。朝のお前の出とう番組なんか見ないから。鬱陶しい。起こされるのが嫌や、本当に。そいつはテレビ出とう時の態度と、あとは YK スケの家の横に来た時の態度全然違うから、敬語しゃべらへんから、そいつらも。そいつも。顔なんか与えんで、淡井圭介にちゃんと謝罪してからや、顔与えるのは。斎藤真美のケースも、宇賀夏美に関しても、他も全員同じや。大江真理子にしてもそう、高島彩にしてもそう。で、他もうやめたやつはなんで、なあ、おとがめなしになっとうねん。お前たちが会うとか言うから、淡井圭介はまた、買い物とかに行かされようとちゃうんかいな。自宅へ来ないから。8GB に入らなくてエクスポートした機能の向こう側の撮影、大事なこと言ってる。今度 16GB の USB メモリ買おうかなって思ってる。金使わされる。金使ったら物事は進まなくなる。全部君たちの思い通りやないか。もともとこういう違法行為な方法でしか会おうとしなかった連中のな。自分たちから電話かけたらええねん、淡井圭介に。結局総理も同じやん。岸田さんも。淡井圭介に電話かけたらええやないか。なぜしないんです。で、今腕の力取られと。な、文句言わせた方が悪いに決まってるやないか。こっちから金出して交通費出して会いに行くって言ってるんだから、その時に岸田さんが会ってくれたらええ。総理が忙しいの分かる。だけど優先順位何を一位に置いてんねん。全然取り組む姿勢が全員から感じられへん。いっつもそうや、俺ばっかり。奴隷と同じや、この制度。遊んではならないルール。で、遊ばんかったらその後どうしたか、淡井圭介の横、家の横とか通り過ぎたりするんやろ。買い物行った時とか。はっきり言うよ、顔なんか覚えてへんよ。髪型変えられただけでわからんよ。小林真弥が目の前に来てもわからんかってんから。住宅のお掃除の日に。これは本当の話や。顔もちょっと不細工にやったわ、その時の小林真弥は。小林ですけどってフルネームで言わんかったら分かるわけないやないか。小林さんなんかどれだけおると思うとんねん、世の中。勤務先でも2人はいたよ、女性で。男性まで入れたら一体何人になるか分からへんよ、そんなもの。フルネームでなるのってどこそこで働いていたとか、前の職業は何でとか、今の職業は何でって言わなきゃ分かるわけないやないか。何人相手に対象者が出来上がっとうと思うとんねん。で、淡井圭介が諦めるのなんだのって言ってから来とうやないか。小林麻也に関して。逆やん、それやったら。諦めてない時に自分が明さんっていう人と結婚する予定になってるって、それ頭下げて言いに来たらええやないか。
全員順序めちゃくちゃやねん。言われたすぐ来たらええねんや。電話かけて淡い系ですけど予定を組んでや、それしない限り無理やって。法廷で決まったって言ってるやろ。スーパーコンピューターそれに合わせて電波が稼働するから全員ちゃんと物言えなくなんの。淡井圭介に声かけようと思ってた気で来たとしても、安倍さんがそう2021年12月2日淡井圭介に結局声をかけれなかった。淡井圭介の方に向かって歩いては来たけど、安倍さんですらそれやねんぞ。誰が声かけれんねん。みんな愛されてるって言ってるやろ電波の中で。お前たちが作った身勝手なルールで自分たちがそれに都合はええからや。その都合のいい世界から早く抜け出せ。人類滅んで終わりやぞこのままやったら。で経団連は何してんねん。トヨタさんとかトヨタ秋夫さん来たらええやん。ここに進まんやん全然物事。この動画見てる？トヨタさん、佐藤さん見てる？あなたたちが下の3点目の店舗身勝手に作っただけよ。ダメじゃない。大企業にお金を渡せたらすぐにエネルギー消費するから。でラリー岐阜県愛知県でラリーすんな言うたやんけ。お前ら謝罪行きよ。交通事故で亡くなった人とか大怪我した人にものすごい数おるぞ。怪我した人まで含めたら毎年。我々もともと販売店が仕事でどうしても通勤に必要な人しか売るべきじゃなかったって言えよ。販売店でそういう社内教育せえよ。作るのにエネルギーが莫大になくなってんねんぞ。もう今さ世の中金じゃないって言ってるやろ。けど淡井圭介には金払えよ。何にも進まんやないか。加古川の上流なんかあんなもん一泊せんの無理やぞ。撮影行くので、さらに兵庫県の西の方にある市川水系もそう。あんなもん途中でどっかで一泊せんかったら無理や。河川の撮影なんかそれも上から下まで全部歩こうと思ったら何百キロあるか分からへん。100キロ以上は本当に絶対ある。でその西は揖保川で、その次はその西は岡山県の吉井川。淡井圭介のホームページでアフリエイトとかを作って誰かがいらないものを売ったりとかして、もしくは食べ物とか購入したりとかして、どうしても買う時だけでいい。誰かそういうふうなところで資金援助してくれだろう。資金援助っていう言い方になるけども、普通はそれは気を利かせたい。どう考えても彼の金銭事情じゃ無理だって。生活保護者でも1万5千の売り上げがあったら1万5千手元に残るんだから、そのお金があったら一泊しようが何しようが撮影できるじゃない。誰も協力しようせ。馬の耳念仏や。で競馬界も誰も金なんか払おうとせん。どこの職業も同じや。それで利用できて感覚的にお金払わないで勝ててるからよ。淡井圭介の頭なんか使ってな、個人の権利は 2.5% たった 2.5% 払うだけで勝てると勝てないどちらが稼げるかしっかりと考えたら分かるやろ。それでも淡井圭介一人分の取り分はなしか。でテレビ局は何してん。淡井圭介の提案で出来上がった我が天下と我が天下戦国部テレビで CM して CM 料をもらっとるやないか。で中国の別光っていう企業、陳なんとかっていう名前だけど分からん読み方、もう別個でいつでも金払ってくれん。それ横領事件、何回も言っと。日中友好関係そこで金払っとったらちゃんと結べてるやないか。お話全部むちゃくちゃなるよ。
あんなに売り上げ取ってちょっとしたお金出すんがそんなに嫌な。まあお話はええか、電話かけてくれ。河合圭介の携帯番号に録音するから。それせんかったどうせ忘れるから。こちらもめちゃくちゃ忙しいから。河川水門開閉式玉祭りの撮影とか行って、スポーツの勝ち負けを行って、で情報収集して、あれもこれもこれもって。無理やって、こんな生活。遊ばんかったら遊ばんかったら詰められよう。休みの日に作らんかったら、スポーツの勝ち負けで。けどそのスポーツでお金払ってくれる話を信じなかったら無理じゃない。どこもお金払ってくれる様子ないんだから。全然はっきり言うよ、もう先に結婚した人間なんかもう人間、みんなダメ人間にしかなれへん。どれだけ苦しんでるかっていうことが分からへんから。こんな人生歩されるぐらいだったら最初から会いたくなかったよ全員。まだ電波でごちゃ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 言ってきよ。それだったら小坂会いに来るわとか言って、まだ嘘言いときよ。本人が来ないって言ってるんだから来ないでええねん。そこでまだ来始めたら余計ごちゃごちゃになるやん。加古さんは本人が来ないって言ってるんだから来なかったらええねん。こちら行くから行く。そこで門前払い食らったらもうそれまでや。そのことを世の中に公表して、もう完全にこれは無理だっていうことを言うしかない。正直言うよ、日程決まったら門の前に最初から車回しておいて、河合さんはお待ちしてました、すぐにご案内いたしますって言ったらええやないか。皇宮警察の人間が、そこに総理とかも同席したらええやん。なぜ効率よく動こうとしないの。何回も行った皇居に、そこでややこしいこと言われた。加護様に会いに来ましたって言ってるのに、うわがどうこうとか言ってきた他の警察官が。節約を先に覚えさせなきゃならないから、自分が先にテレビ出る方が優先順位上かもしれないとか、そういうふうなことを考えた。でトヨタとかホンダとか日産とか、我がらの金稼ぎのためにそんなに売りたいの。自主的にやめろよ。通用せえんでも今の時代だったら。髪の毛染めとく人間がやめさせちゃええねん会社。そしたら大して車を恨んでも中古車売ってりゃ金になるよ、売り上げになる。とにかく報道に出てる人間、他の番組の人間、社として全員に言え。出勤してきた時に全員に、河合圭介さんに向かって会うっていうことは絶対使うなって。いついつ何時何分に電話誰それさんがかけるって、そういうことだったら言うって。合法。それで ちゃんと自分たちから言え。河合さんに会おうと思うんだったら、河合圭介さんの携帯番号にしっかりと電話かけてくださいって。それまでは受け入れられませんって、彼の心情的にも。
お金を払うことの方が先だって。でどちらにしても特許申請して特許通ったとしても、それで大企業とか政府が許可出すとは思えん。各都道府県知事とか総理とか、地下水流トンネル発電にしてもそう、琵琶湖の河川水門開閉式ダム発電にしてもそう。そしたらそれでしまいや。特許料払っただけこちらは損したっていうことになる。とんでもない時間を費やして、精神的にこちらがどれだけ苦しめられてるかっていうことを真面目に考えろよ。誰やねん昨日デジタル時計盗んだの。向こうは撮影しに行っとんやないか。で、甲府橋の下に水が大量に抜けてるっていうことを言ってるやないか、その少し上の上流のところから。それが地面に浸透してるっていうことは、ね、水道管が破裂した時に、その水によって土が抜けて、アスファルトの地面ごとゴボって抜けてる映像いっぱいあったでしょ。ひどいのは福岡県の交差点の道路が陥没した例。深さあれ5メートルか10メートルぐらいある。横幅なんか10メートル超えと、縦横なってもおかしない。その件は一応兵庫県の、河川課かな、何かな、どっかも忘れたけども、杉原さんっていう男性の人に通達しました。だからその人だって一窓口の人間だから、どれだけ物事を動かせるかどうかなんか分からへん。で一応昨日撮影しに行った時に、昼間だと水の量はまだある程度はあった。だから夜撮影しに行った時の時間帯が夜遅くだったから、日没後20時手前ぐらいだから、風呂入ったりとかで湯を張ったりとかするから、ろ過した余った水が河川に流れ込んでこない状態が出来上がって、ほとんどの水が流れ込んでこないっていう状況が出来上がって、水量が減ってた分もあるかもしれない。だけど地面の底が大量の水を吸い込んでるっていうのは目に見えて分かる。上流か順番に移してるか、それは昼間も同じよ。その先はもっとひどい。そういう重要な内容とか、どこに、ダムを作るとか、河川水門開閉式ダム発電じゃなくて石垣の方のダム、そしてそれが全て言われたことが頭の中でイメージできるようになったら、多くの人が、ああこれは大量の電気を発電できるなと、向こう側河川だけでもって。原発を大型原発1基分ほど行くかどうかわからないけども、1秒間で今は125万キロワットとか135万キロワットだから、大型原発は昔は5万キロワットとか30万キロワット、そこまで到達できるかどうかわからないけども、だけどもかなりの電力を生み出せる、それだけの価値はある。そして大きな河川は限られている。兵庫県でいうと向こう側、加古川、市川、伊保は見に行ってみるとわからへん。けどないよりマシや。それは面積、その河川に通ずる合流河川の数などで分かる。淀川の上流とかも本当は撮影したいし、でしなきゃならないし、琵琶湖からの撮影終わってるから宇治川も完了だから、京都でいうと高山ダムのところと、あと天雀湖のところ、天雀湖の方は先、嵐山の上流、そこはかなり奥は遠い。
結婚希望相手を過去その人に絞ったから、だから物盗み始めたの。お方違いよ。結婚希望相手一人に絞らなあかんと言ってたの、各自じゃない。テレビ出演者の人間も、アナウンサー、男性アナウンサーとか関係ない人間も。それ理由にずっと逃げようとしてたの。じゃあ一人に絞ったら一人で絞ったら今度嫌がらせで何か仕掛けてくるんやろ。ずーっと淡い圭介を寝不足にしようと考えてたっていうことじゃない。だからルールを途中で変えちゃダメだって。普通に考えたらええのよ。安藤はなぜ会いますとか言い始めてる。それが12月28日、淡井圭介が会いに行こうとしてる皇居の皇室の人たちのことなの？それとも佳子さま？淡井圭介が言ってるのよ。佳子さまは自分から会いに行かないって言ってるって。あとは佳子さまが会うかどうかを自分で言えばいいだけや。そしたら物事が確定する。で、会いますって誰が会いに行くんで、安藤桃が言ったら上夏美しか想像できん。今さら何しに来んねん、淡井圭介が声かけても返事せんかったやつが。何を手伝うねん。何を助けんねん。助ける気があるかどうかや。本気度なんか何にも感じられん。他の人間もそう、高島彩も。旦那と自分で稼いだれって、そういう姿勢から何にも変わってない。ひどい時なんか仕事中にふざけよう。淡井圭介の挑発行為で。そいつも精神病院行きにして、隠蔽方向で動きたかったんじゃないの？あ、もうゆずも紅白でなぜ選んだの？そいつら会う会うって言って会いに来てないよ、淡井圭介にしっかりと会って話し合いなんかしないよ。会うっていうのは会って話し合いをして、それでやっと会ったや。イランも今すぐ外してくれ、ゆず。紅白から。こういうこともありますっていうことはちゃんと発表せえ。もう解決不能になるような方法ばっかり提示してくるのやめろ。もう髪の毛染めてる人間テレビ出すな。出すなって言ってる。文部科学大臣が辞めさせられておる。テレビごときに出てる人間、なぜ髪の毛染めてる人間出すねん。辞めさせろ言うたら辞めさせたらええやろよ。海洋基本法違反だって言ってるやろ。お前たちテレビに出てる連中が髪の毛染めとうがこんなに世間に広まったんだよ。1985年の阪神タイガースが優勝した時の甲子園スタジアムを見てみろって言ったやろ。それ見たやつ何日本でおらへんのやろ、どうせほとんど。見ろよ。努力せえよ。してないんだよ、お前たちの場合は。髪の毛染めてる一般人なんかほとんどおらん。いないっていうことや。お前らテレビでの人間がヤンキー化して身勝手なことばっかりし始めたから世の中めちゃくちゃになったんだよ。さあ20歳ぐらいのコロナは淡井圭介限界感じてそれやめるわな。エネルギーの残存問題の解決、こんなもん大企業は動かなかったら絶対無理やって。大きなお金動かせる人間動かなかったら絶対無理だって。向こう側だけで何百億円かかると思う。思ってんの。あるわけないよ、そんなもん、淡井圭介に金なんか。で、警察官とかも淡井圭介が毎日 YouTube でアップロードしてる内容見てないんやろ？見たとき全警察官に伝えてるか、今警察署の人間に。だそれが仕事を怠ってるっていうことになるんだよ。家帰ってからでもええから見たれよ、聞いたれよ。警察官ですら協力せえへんのに、
どこに協力する人間おんねん。どうせ足引っ張るだけや、そいつらなんか。気持ちだけの連中なんか。知識がないから。公職員証を持ってる公務員でさえ、去年3万円の給付、知らんかったんだよ。淡井圭介が窓口行って、生活保護の担当の人に言ったら、淡井さん、それ本当なんですかって。市役所とかの方から上から何も情報回ってきてないですかって、もう早い市町村だったらもう給付だいぶ前から始まってますよって、6月ぐらいに行って、6月か7月上旬、何も知らんかったみたいな。その人、給付があること自体、公務員でさえこれやで、どこにしっかりした人間おんねん。おらんよ、いないよ。 99.99% の人はしっかりしない人間よ。で、誰がデジタル時計盗んでん。もう早よ返せ。な、お前らが来るとか来ないとかそういうこと言い始めるから盗んで余計怒らせて、で、全部めちゃくちゃにしてやろうっていうやつらが出てくんねや。ちゃんと電話かけろよ、来る来ないの前に。で、怒らせて、精神病院にさせて、で、元警察官の医者と稼ごうって。ふざけんなよ。もうそいつはボーナス剥奪や。ちゃんとせえ。扶養手当もや。住居手当もや。法的にもともと支給しなくていいものは支給しなくていい。基本給も下げろ。悪党が稼げるような世の中作ったらあかん。以上。内閣総理、各都道府県知事、市長。いや、そこも組んでる可能性がある。あと国会議員、マスコミの窓側の人たち、フィナンシャルグループや大企業の人たち、見てよこの動画。閲覧者数が、1000人超えてないっていうことはみんな見てないっていうことやで。ずっとわがままの状態続くよ、あなたたちの。とにかく今日は休み。当然ゲームをする。それで会いに来ない奴らは、それを理由にして会いたくなかったっていうこと。遊んでなくたとしても同じ横通り過ぎたりするだけで、そいつら淡井圭介と話はしない。淡井圭介声かけても。なんでそんな状況で淡井圭介が押されなあかんねん。会いに来るとか言っとる奴に、そいつは寝不足になったらええやないか。なあ、最初からルールが全部おかしかったんだよ。君が電話淡江さんにかけてからや、来る来ないわって。以上。この内容をしっかりと通達してください。通達っていうのは動画を見ること。言葉で伝えるのはダメ。絶対見てって。見なかったら無理だから、伝わらないから。淡井圭介がどれぐらい怒っていて、どれぐらい苦しんでるかっていうことが、被害者であるっていう認識が持てないから。その人たちがずっとこんなことしてたらダメだなっていうところまでたどり着かなきゃならない。いつまでってもそこまでたどり着いてないんだから、全員が。はっきり言う。バカバカしい。以上。